作る。めちゃめちゃ良くなった。煽り煽りね。初球空振り、初球空振り。外のボールの方が飛んでたね。外のボールやっぱバットが重いから遅れて出てくる、自然と。結構待ってる前なら多分こっからこうしてた、はいはい、まあ、スクールに来てやっぱ意識がさあこっち、はい、いやービカビカだね。ということでインタビューのコーナーとなっております。事情があって監督さんが出られて、そうですね、はい、いうことで、アクセントコーチに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。今は、まあ、1年生、2年生いらっしゃるんで、はい、主にどちらも2年生、2年生の指導、1学年で16人いて、まあ、平均よりちょっと多いかっていうふうには思うんですが、はい、今指導者の方って合計で監督含めて6人ですかね。6人が1年生までと合わせて指導者、そうですね、6人、はいはい、1年生と2年生を比較的分けて練習されてるじゃないですか、はい、まあ、それはやっぱり人数が多いから分けて、そうですね、少しでもボールに触れる時間を増やしてあげたいっていうのもあって分けてます、はい、メイングランド、はい、サブグランドで外周というか、そうですね、外周とあとセンターの奥にも、まあ、スマホのところがあって、はい、まあそこでノックができる。おお、はい、来年の1年生が入ってきても、はい、じゃあ最初は基礎取りで奥で、あ、もう全然、はい、すぐに奥でボール使って触れる、そうですね、
最初、まあ、体力作りで1年生入ってきて、ボール触らないで、あもう全然、負けじゃなくて、はい、そこがやっぱりあの部活と違うところだなっていう、2年生のカラーというか、どういう選手が多いっていう、そうですね、突出して、何かこう、スーパースターとか、ものすごく野球が上手っていう子はいないんですけど、まあ、みんな一生懸命、うまくなろうって。思ってくれてる子たちが多いみたいですかね。素直な子が多いですね。主に、まあ、あの監督コーチとして今の選手ってどういった接し方をしてるのかな。ミスをしたとか、はい、試合で結果を残せなかったとか、エラーしたとか、三振したとかっていうところに関してはもう絶対攻めないようにして、ただそのチームとしてこの試合にどうやって臨もうかって決めたことっていうところが、あの守れなかった時はしっかり叱るっていうことはしてますね。あとはあの自分たちでやっぱ少しでも考えてもらいたい。あの監督のサインを待つんじゃなくて、はい、練習からあの自分たちでサインを出す練習、サインを出してあの野球をする、うん、そうしたらこの自分たちでそうやってできるんだと、監督がサインを出した時に、はい、ああ俺もそう思ってたっていう準備ができる。ただただその指示を待って、はい、その監督の指示通りの野球をしていると、あの一歩で両方と先に行けないので、そうですね。普段の練習から自分たちでサインを出して、バッティング練習したりしてます。まあ、受け身じゃなくて、はい、発信者としてっていう、そうですね。イメージですね。今後、どんどん、今の6年生っていうのが入ってくると思うので、はい、まあ、どういった選手に入っていただきたいかなっていう、まあ、あとは、はい、入ってきたらどういう選手になれるよっていうような、そして別に野球が上手くなくても全然いいです。ただ野球がもう好きで好きでたまらない、で教えてもらいたい、上手くなりたいと思ってる選手をあの僕たちは待ってます。その気持ちさえあれば、決して今技術が伴ってなくても3年生になった時には立派な多分選手になれると思ってるので、野球小僧みたいな野球が大好きでたまらないっていう選手が来ていただけると、はい、上手くなくていいです。貪欲であれって感じ。全然越谷シニアの矢島監督さんとなんかつながりがあるってお聞きしたんですけど、似たような話を今ちょっとね、ちゃんとした大人にと、はい、聞いたんですけど、はい、高校の後輩になりますね。ということは裏学そうですね。まあ、そこもあの全部森治監督の教えなんで、はい、多分矢島監督とその通じるものはあると思います。そうです、はい、あれじゃあ石井義人さんと先輩ですね。2個上ですですよね、はい、あそうですね、確かに2個上で、あの時2個上でいってたんで、じゃあ1個上です、はい、大先輩です、まあ、多分神様です。なんか時代を感じるのかな、その神様って呼び方に時代を感じるなっていうもしかしたらじゃあ今の3年生とかは進路に裏方の方が、はい、今一応2人ほどの目をかけていただいて、はい、じゃあ森先生の下でやることが決定してると、ね、はい、次息子の森大監督にいろいろ教わって甲子園目指して頑張ってほしいと思います。そうですね、素晴らしい環境につながるようなチームでもある。そうですね、ということでね、概要欄にホームページ、はい、とうとうリンクありますので、はい、今の小学6年生とか、はい、お父さんお母さん要チェックだよ、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、チェックお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで追加インタビューを鶴ヶ島ボーイズ副代表やってる高橋と申します。はい、鶴ヶ島ボーイズの父母会母代表をしています高松と言います。はい、お願いします。お願いします。副代表さんと母の代表、はい、なるほどですね。じゃあ副代表さんという立場から先に行こうかなというのは、はい、まあどちらかというと運営回りもされてるっていうようなイメージですね。そうですね、はい、一応コーチとかもやってるんですけどいろいろやってます、はいはい、なるほど、まあ、広報活動含めとか、まあ、便利屋的な立ち位置ですかね。よろずやなるほどですね。じゃあ運営側でちょっと聞きたいなっていう、はい、じゃあ試合とかも配れることもあるかなっていうような感じがするんですが、大体どういったところをビジターで行ったりだとか。ああ、はいはいはい、まあ、遠征と言いますと、まあ近場が多いですけど、あんま遠くに行くことはないです。で、またインターも近いので、そうですよ、はい、すぐどこでもポッと、うんうんうん、で来てもらえることも多いので、はい、あまり行くことは少ないかなと。そうです、まあ、このグラウンドですけど。そうですね。じゃあちょっと
母代表という目線でなんですけれども、はいはい、チームとしてはお弁当を持って練習に行っているのであれはお弁当、はい、はい、選手はお弁当を持ってあと補食を持って来ております。傘作られているんですね。はい、毎日来ております。はい、僕も自分の母にお世話になりましたね。はい、傘大変だなと今になってすごいなんですけどね。いや、お母さんの目線としてすごいおすすめだよっていうチームのポイントみたいなのがお母さん目線でいただければ、グラウンドがアクセスしやすいっていう、コンビニも近く、スーパーも近く、はい、母の当番もありますけれども、はい、そんな大変な当番ではなく見守りぐらいで、はい、気楽にできるお当番なので、はい、そんなに親が大変じゃないというところが、監督さん代行インタビューという形でちょっとお名前を、はい、お願いします。市橋です。はい、事情説明すると監督が市橋さんです。はい、で、すいません、お名前を宗方と言います。宗方さん、あれですよね、皆さんからみーこさんと。あ、はい、みーこです。はい、聞いた話で僕は三軍の試合の監督を、はい、ベンチ入ってっていうようなやりました形を聞いたんですけれども。はい、やりました。なるほどですね。じゃあちょっと先に監督さんが声だけの、はい、出演ということで、監督さんからしてまずどういうチームかっていう。鶴ヶ島ボーイズはまず親が干渉しないさせないチームを目指していて、まあ、子供たちに対しては全部自分たちで自分で選んで野球をやってるんで、しっかりと自分たちで用意してやりましょうということをコンセプトにしてるチームです。なので親が面倒くさくないです。自分の足でグラウンドに来て、まあ、準備をして帰る、はい、まあ、なんで野球をやってるのかっていうところを、まあ、入団した時にもう一度徹底させるというか、自分で選択してやってるので、それは親にやれって言われてやられてるわけではないので、はい、まあ、そこはしっかりと、自分の意思で決めて入ってるので、自分の、思いをちゃんと持って行動しなさいっていうこと。みこさんから見てのチームの色とこやのをちょっとお伺いさせていただければと。一瞬ちょっとこう緩いような感じがあるかもしれないけれど、だんだんまとまってきてるなっていうのもあるし、はい、基本的にとっても楽しそうにやってる子です。そうですね、グラウンドでさっきカメラ回させていただいてた時もやっぱ一つ一つ分解されてやられてるような感じがしますね。きちっと固まるところは固まるし、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないでちゃんとやるし、でも、まあ、その中に、チームの選手内でのコミュニケーションがあったりだとか、っていうのも見て取れるので、まあ、そういった点、ちゃんと一つの方向に向いてるなっていうのは見て取れました。ありがとうございます。はい、今の6年生、小学6年生に向けて、まあ、どういう選手に入ってきていただきたいだとか、入ってきたらどういう選手に、なれるよとかっていう感じな、その入団に関してのポイントみたいな、まあ、さっきヘッドコーチからもあったと思うんですけれども、まあ、やっぱりやる気があるというか前向きに考えてくれる子であれば別に誰でもいいです。まあ、ただ緩いっていう感覚で入っても別にいいんですけど、まあ、結局それで自分の意思を貫き通せないんであれば、まあ、やめた方がいいのかなと。うちは最終的に選手に決めてもらって入ってもらって今までもそうしてるので、まあ、親が決めてここがいいんじゃないっていうのはやめてほしいかなというのが、まあ、一番ですかね。中学生は誰が指導しても基本的には成長するので、まあ、その成長の方向性をうちは野球だけじゃなく野球を通じて人間形成をしていこうっていうことを一応心がけて、まあ、やっているので、まあ、そういった意味では自分の意思で決めてくれた子が来てくれれば、まあ、それはそれでいいです。それが人数が多かろう少なかろうは、特段問題ないのかな。ちょっとそこだけは重要視したいですね。このチームだったらっていう選手。そうですね。ということですね。はい、チーム取材で初ですね、3パターンのインタビューを取らせていただくっていうのは支えてくださる方も多いチームっていうのはすごい伝わってくる動画になるのかなというふうにも思いますので、次のね中学1年生今の6年生はぜひチェックしてみてください。はい、総裁お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。じゃあテーマを持ってノックしましょうってことなんで、どんなテーマを持ってやりますか皆さん。グッズ OK。 はい、そして準備、そして取ってからの投げる前にどうする。どうぞ早く。どう早く。もう投げることも考えながら
すぐ投げれるように。はい、みんな OK ですか？意識大丈夫です。はい、じゃあエラーしたら終わりですか？エラーしたらどうします？あとじゃあエラーしたらもう一本いきます。取るまで、取るまで続きます。はい、OK、はい、じゃあ大きな声で盛り上げていきましょう。はい、それで行こう。じゃあエンジン行こう。エンジンしてから行こう。初めて YouTuber を作るということで、はい、皆さん緊張してると思うけど、はい、いつも通りうまいプレーで、はい、すごくいきましょう。はい、最高、はい、最高。練習してるノックじゃないこの打球が試合では来ます。それに対応する力大事なんで、ノックをやらせてもらいました。この、ね、経験は必ず何かの、ね、できると思いますので、ね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。思いを乗せた決め球で